回も言ってるけど、その今回は何回も言ったけど、精神科医療っていうのは、まあ、治療っていうのはともかく、診断も、まあ、ともかく、まあ、診断か、診断行政者のものか、診断書はとか、診断は行政者のものか、診断書は行政者のものか。で、結局、まあ、診断書は行政者のものだし、司法上のもの、裁判で使える。診断しかなかった。で、精神科医療って、で、まあ、治療医として、精神科医療って、実は強制措置って何回も言ってました。強制措置より不当な場合、それは司法上取り締まれなくても警察が逮捕できるし、強制措置として、超安全な運転パーセント法全員、精神病患者に認定